マンガイア島とは、南太平洋は、クック諸島の南クック諸島に位置する火山性の島。島の面積は51.8平方キロメートルと、クック諸島の中では、ラトロンガ島に続いて2番目に面積が大きな島で、ある。ポリネシア系マオリ人が暮らす、この島は1777年3月29日に、イギリスのジェームズ・クック船長に発見された。 紀元前500年頃にポリネシア人がこの島に到着。堆積物の放射性炭素年代測定により、紀元前400年から紀元400年の間に木炭の粒子が急激に増加しており、このことから焼き畑農業が拡大していったことが分かった。西暦1200年頃までに焼き畑農業の繰り返しによって工作された斜面の強度は剥ぎ取られてしまい、 万外野党の農業は、沖積層の谷底で営まれる労働集約的な、太郎芋の灌漑農業に依存するようになった。このような、肥沃な低地は、島の地表のわずか数パーセントを占めるに過ぎないため、絶え間ない部族観光層の戦略目標とされた。焦げたり、折られたり、 かじったりした後のある人骨が1500年頃の岩屈住居の埋蔵物から発見されており、西王人と接触するわずか200から300年前に激しい資源争奪戦があったことを示唆している。人口は約2300人で島の中心地は島の西海岸に位置するオネロア。空港が島の北東部にあり、古い火山島で、 約4750メートルの海底火山の隆起により誕生した島で最高地点がランギモテアさん。島の周りは約60メートルの古代のサンゴの化石の壁に取り囲まれている。これは10万年前、近隣の火山島ラトロンガ島の成長が近くを大きく歪め、万害やと周囲のサンゴ礁が海から浮かび上がったためである。 豊かな自然に恵まれた万外野島にはカワセミが生息している。豊かな気候と土壌に恵まれている万外野島では野菜や果物の栽培が行われており、バニラのプランテーションを行い、パパイヤや質の良いタロイモなどが輸出されている。のにの栽培は島の経済の柱として期待されている。2006年に公開された映画日本沈没にも 日本列島から剥がれ落ちたメガリスの残骸がマントル大流に乗って万害野島から湧き出してきたという設定で登場する。ありがとうございます。